はい、ドカくんです。ということでね、今回は第3回聖地馬場交流会のその一時期を解説していきたいと思います。まず右側、こちらサーブ打ちましたのが、こちらソウスケさんですね。シアトリザーを使っていくようです。一方左側、こちら田中ひなたと西野屋と、第7弾のツナコンを中心とした山口単細胞と僕たちが呼んでいる敵タイプを使うのが、楓アット白熊ですね。こちら賞金首になっ、賞金首だったかな第3回。確か。はい、使っていきます。ということでね、今回は、シアトイザー対山口単細胞の試合実況解説していきたいと思います。まあ、ね、どんどんね、こう、流れ作業のように、出ていきますが、まず田中を出して、次日向が出て、これで田中の効果でトスに日向が出たのでワンドロー。そして西野が出て、日向の効果でアタックエリアに、アタックポイント2以下のキャラが出たので、そういうやつ川沢にもいたなを回収。そして西野の効果で、自分のトスエリアのキャラが、のあと、トスポイントが0なので、マイナス2のブロック負荷にして、で、さらに、カラソーにもそういう奴らいたなーの効果で、自分のトスエリアが日向、アタックエリアが西野なので、これで次の相手はレシーブ4以上で成功。さらに田中がレシーブエリアにいるので、ワンドローしたっていうのが今の左のね、すごい流れ作業のようにやってましたが、まあ、ツナコンの、効果を使った流れですね。で、6点要求になったので、これで山形でレシーブ、手札1枚捨てて6。ただ山形だらけだったので、対1でトスで、また山形で叩け0点となりました。さあ、ブロックを選択しても良かったんですが、おそらくガッツを貯めたいんでしょう。レシーブを選択しました。まあ、シャートイザー相手なんでね、ガッツは貯めておいて損はないかなと思います。ちょっと見えてないんですが、縁の下の効果を使ってワンドローしました、今。一応アタックエリアに出た山形の効果が次深いになりますね。はい。影山効果、1枚捨ててワンドロー。縁の下でこれで3点。レシーブドロー。さあ、ここでブレイクですね。ちょっと手札にすごい山形多そうですね。ブレイクを宣言しました。さあ、山口は引いてませんね。縁の下2点でサーブを打っていきます。山形へレシーブ。シラバンド川西で良さそうに見えますね。ドローしていきたそうな手札はしてますね。しかしちょっと別なのを出すか。セミは出しました。で、アタックに隊長を出しました。で、効果でアタックポイントプラス1してワンドロー。これで4点ですね。ちょっとシアトイザーとしてはあんまり噛み合ってないのかなという印象は受けます。序盤からね、天童とか、西野じゃないです。天童とか牛島を使ってね、ガツを追加していくタイプのデッキではないので、必ずしも噛み合ってないわけではないんですけども、ちょっと、まあ1セット目ね、山形を引きすぎているのかなと、2セット2セット目で思いますね。ちょっと後半がちょっと心配ですね。もう4枚見えているので。さあ一方、階段はね、ちょっと手札が良くなかったのか、とりあえず照明でワンドローしていきました。ちょっとね、ドロップエリアが映ってないんですが、まあ、山口はいないのかなと思います。はい、田中でレシーブ。ただ、日向をトスに出しておきたい。ああ、残念ながら日向はいない。山口、西の絵で、これでマイナス2の、ブロック負荷ですね。まあ、実質2点でレシーブができるという状況です。さあ、楓としてはね、確実に100本サーブを引かれる前に勝負はつけておきたいので、ちょっとゲームメイクとしては焦るというか、まあ、急ぐ必要があるのかなとは思います。さあ、山形へレシーブ。調べてトス。はい、また対地でアタックですね。これで、次は牛若を引いてきましたが、ちょっとガッツが空いて溜まりすぎてるかな。ちょっと打点の方は出ませんね。さあ、楓もちょっと考える。楓側もちょっと考えてますね。お互いあんまり手札は良くないのかな。まあ、楓としてはね、どっかで夏合宿を引いて山口のキャラ効果負荷を打っていきたいというところではあるのと、あとまあ、もう一セット取ると、まあ、夏合宿を、まあ、それも使うことにはなるんですけど、格ブレ打てるので、まあ、なんとしてもあともう一セット、なんとか取っていきたいところですね。それはかなり考えてますね。結構、その、綺麗にね、田中、日向、西野って繋がりそうなんですけど、意外と偏ってきちゃったりするので、
まあ、それもあって悩んでるのかなと思います。西野屋、田中、ここでブレイクを宣言。ガッツを貯めてブレイクしましたね。まあ、多分あんまり手札が良くなかったのかなと思います。あとは今トスが山口だったので、夏合宿引いてた時にこれで山口をドロップエリアに落とせるようになるんですよ。それも狙いの一つなのかなと思います。あ、しかし夏合宿は引いてないみたいですね。田中、日向で、田中の効果でワンドローで、西野を出して、今回は普通に持ってましたね。はい、これでレシーブエリアが田中のでワンドローして、4点要求のマイナス2からのブロック負荷ですね。なので実質6要求、まあ、これ綱とかだったらね、あの5にするなんで一気に拾えますけど、まあ猫までない限りは実質6要求ですね。ちょっと考えてますね。また宗介さん側がずっと手札の噛み合いが悪い。これで接着剤で2点。はい、ここでブレイク。さあちょっときつい。さあ変えて一方かなり余裕ができましたね。あともう1セット取るだけなので、どっかで角ブレを打てればこれでもう勝ちとなります。さあ日向1点のサーブ。もうね、夏合宿さえ引けば山口は落とせるので、そこから照明反撃を乗ろし、そして、日向西の絵でアタックしてアクションを打てばもう角ブレは打てる状況。6の絵が入ってない限りは拾えないので、で相手はまあ今回ね、カラサマじゃないので、まあ、確実にブレイク取れるかなと思います。あ、これでワンドロー。宗介さんね、序盤に山形を引きすぎたので、ちょっと今トスキャラがいないのかなと、トスキャラじゃない、すいません、レシーブキャラがいないのかなという印象ですね。調べてトス。さあ、ここで全月赤い。で、下部の効果で、トスポイント3月以上あるので、トスポイントにプラス1して、アタックエリアに石島が出たので、効果でさらに1月破壊します。さあ、今回ただどこのガッツを破壊するっていうのはちょっと難しいですね。正直、夏合宿を使うので、まあ、どこを破壊してもそんなに変わらない。っていうか、なんていうんですかね、こう、トスエリアをね、菅原が入ってれば破壊したいんですけど、今回山口がいますし、菅原がね、ここまで1枚も見えてないんで。さあ、ここがただレシーブ破壊していきましたね。尻とかでね、2月払いやすいエリアではあったので、それで破壊していきました。で、7の、これで10点でレシーブキャラの効果を負荷にします。あんまり使われないんですけどね、トスとアタックに3月ずつあって、シラブ、牛島だったらプラス3点します。さあ、ここで置いてブレイク。アクションもね、変人速攻みたいなね、ガッツトスとアタックで同時に貯めやすいカードがあればすごい使いやすいんですけど、ちょっとね、今の現状のシャートリザードとちょっと使いづらくて採用は見送られることが多いんですけど、やっぱり、ね、決まるとかなり強いなと思います。レオンのサーブ。さあ、まだここは夏合宿を使えないので、楓としては一旦は普通に返すしかなさそうですね。なんで、その後、高打点を出されることを前提として、あ、しかしここ、縁の下効果使いました。ちょっと画面に映ってないんですけど、これ使いました。さあ、反撃を能書を置いていった。多分、懐かしくを引けてないので、引きに行ったんだと思います。ちょっとね、本当に手札が良くないんじゃないかなと思いますね。今の段階で言ったんで、懐かしくだけじゃなくて、レシーバーとかも正直いないのかなと思います。西の絵で、レシーブ。日向で、トス。西の絵でアタックをしました。はい、はい、これでマイナス2ですね。レシーブドロー。山形でレシーブ。
さあ考える。相手のガッツが多いので牛島が機能しないんですよね。天道でトス。さあここは太一で確実に手札を増やしに行きました。2ガッツ払ってシラブを回収します。これで3点。さあ懐かしごを引いた。これもう角ブレいったかな。手札に揃ってれば角ブレ、あ、照明を引いてなきゃいけないのか。さあ2月ずつ払って、回収がなかなかやるなと反撃ののろしだったらほぼ勝ちですが、照明を手札に加えたので多分違いますね。照明を引けてないですね。あ、じゃないな、違う。照明打ってさらに2月ずつ払うのかな。で、のろし、なかなかやるな、回収かな、多分。あ、違った。なかなかやるなを回収しました。さあ、アクション負荷にはできないんですが、もう懐かしくを捨てたので、ここでもう勝ちに行くつもりですね、多分。回収が田中と、もう1枚が多分足りてないパーツですね。日向かな、日向か西野屋だと思うんですけど、さあ西野屋回収。さあ照明を打ちました。これで山口を出してキャラ降格か。さあキャラ降格化だけで本当に広い大丈夫かっていう気はするんですけど、まあ一応ねここもキャラ降格化6点を打ちに行くような感じですね。で日向を出して田中の効果ワンドローで西野屋を出してマイナス2、そしてなかなかやるなーで、なかなかやるなーじゃねえや、すいません、そういうやつがカラソンにもいたなーだ、カラソンにもいたなーで、これで4要求のマイナス2から4要求ですね。実質6点のキャラ降格化です。まず接着剤を引けてないと正直ブレイク。さあレオンだと効果が発動しないので今拾いません。一番左側が多分角形だったかな、あの牛島専用のアクションなので、あ、いや巨人の密林でした。さあこれで接着剤を回収。さあ拾えてしまった。さあレオン出してこれで接着剤で拾いました。しかし手札がね、どんどん減っていくなので、ちょっと厳しい。さらに今100本サーブ引いたんですけど、このタイミングの100本サーブはただのディスアドバンテージにしかならないですね。1枚単純に枚数が少ない。さあ、これで4点。キャラ降格化がかなり刺さってますね。ただもうアクションをね、回収する手段がもう楓側にもないので、あともう一回ね、照明は打てるのかな？出来残ってるのが照明と尻なので、まあ、そこでうまくいける。うまくね、相手にとどめを刺すことができるかっていうところですね。まあ、そもそもね、次もう、宗介さん側が手札2枚で、かつ1本100本サーブなので、もう返せない可能性も高いですね。シラバンド川西でうまく、まあ、ドローして出せればって感じですね。影山効果で1枚捨ててワンドロー。ひなたでアタック、これで4点ですね。まあ、レシーブロックを宣言しても良さそう。ブロック、あ、ブロック無いか、そっかそっかそっか、レシーブか、うん、ブロックポイント2でしたっけ、シャラバンドカーにして。とりあえず100本サーブ多く。ブロックポイント3ありますよね。だからブロックしても一応良かったのか。でも、しても多分手札の枚数的に無意味なので、レシーブを選択。さあ、しかし、はい、ブレイク。ということでね、第3回聖地の場、岡交流会のその1は、山口さん細胞を使った楓の勝ちとなりました。ということで、ね、次回その2もお楽しみに。